アルフレド・ストロエスネル・マティアウダは、パラグアイの軍人、政治家。1954年から1989年まで、通算発揮35年間にわたり、パラグアイ大統領を務め、独裁者として君臨した。1912年11月3日に、パラグアイ南部のエンカルナシオンで、ドイツ系移民の父で、ビール鋳造業者、パラグアイ人農夫の母の間に生まれた。母から、 グアラニー語を教わり完璧に話せるようになった。士官学校では、おとなしく真面目な生徒で17歳で、パラグアイ陸軍に入る。1932年ボリビアとの間に戦われた、チャコ戦争に従軍し、特に軍港を立てず1931年中尉に、任官する。1947年には中佐になって、軍の反動派に属し、内戦では、大統領側で戦った。 1948年に順勝となり、南米諸国で最年少の召喚となった。しかし同年に反乱軍の指揮を依頼され反乱は失敗に終わったため、ストロエスネルは車のトランクに隠れ、ブラジル大使館に亡命。以後、トランク大佐と呼ばれるようになった。帰国後の1951年に陸軍総司令官に就任。 1954年5月陸軍中将の時に軍事クーデターを起こしストロエスネルは国防省となり実権を掌握した。クーデターの際には抵抗した警察と銃撃戦が展開され50人が死亡した。1954年7月、コロラド島の党首でもあるストロエスネルは対立候補なしで大統領に選出された。パラグアイ共産党の非合法化に続き、 すべての革新団体の禁止と新聞の自由の政権を実施して独裁体制を確立。予算の6割を軍事費に充てた。1956年から1957年には左翼勢力による権力奪取の試みがあったが失敗し、反ストロエスネル派の人々は海外へ亡命した。以後1958年から1988年まで5年の任期ごとに、 計8戦された当時は、冷戦下にあり、徹底的な反共主義者だったストロエスネルは、非同盟のユーゴスラビアを除く、共産権とは国交を結ばず、アメリカをはじめとする西側諸国の厚い庇護に恵まれたことや、隣国のアルゼンチンをはじめ中南米にはまだ、軍事政権が多く、民主化を求める流れに至っていなかったことで、長期政権の維持に成功した。大統領在任中は、 反共新米政権だったが、自身がドイツ系ということもあり、ヨーゼフ・メンゲレやエドアルト・トロシュマンなど、第二次世界大戦時のドイツの戦犯容疑者の亡命潜伏を黙認した。また、宗教弾圧や汚職、インディオの虐殺などの人権侵害で国際的な批判を浴びた。その一方で、アメリカやドイツ、日本からの借款を受けて、国内の近代化を推し進め、 各種のインフラストラクチャーを整備。世界最大級の水力発電所を建設し、電力を隣国に売却することで利益を得るなど、経済の安定化に寄与した。しかし、周辺諸国が民主化し冷戦が終わりつつあったため、アメリカに見捨てられた。1989年に、アンドレス・ロドリゲス将軍のクーデターによって、政権の座から追われ、自宅軟禁の後国外亡命を許され、 ブラジルに脱出した。当初は、ある程度の影響力があったが、晩年はあまり話題にならず、ひっそりと暮らし近所の人も、滅多に姿を見ることはなかった。2006年8月16日に、亡命先のブラジルの首都のブラジリアの病院で、ヘルニアの手術を受けた後、肺炎などの合併症を起こし、家族に囲まれる中、皮膚癌と肺の合併症で、亡くなった。十三歳。 パラグアイからの亡命から17年の歳月が経過していたことで、若い世代は、ストロエスネル時代を知らないため、市民は意外なほどその死に関心を持っておらず、過去の人物の死去という受け止め方だった。新聞もあまり大きくは取り上げず、独裁者の死という感じでようやく過去の忌まわしい荷物を降ろすことができたという論調であった。ストロエスネルは、軍隊とコロラド等の強い支持を受けていた。 教師、医師、役人は党への参加を義務付けられ、従税の見返りとして1万人の軍人に土地を与えた。あらゆる地域に密告者を潜入させ、人々を監視し告発した者を秘密警察に引き渡した。農村の工作地の85%は300人の、地主が支配し農民は貧しいままで、周辺国と高速道路で結びパラグアイガに橋を掛け学校が建てられたが、 主要都市以外は、水道は夢のまた夢で国民の3分の2は貧困にあえいでいた。安定した一時代を築き、現在でもこの時代の評価は分かれている。治安はよく経済は発展したと評価する人もいるが、一方では言論弾圧を行い、反対派を力で抑えた独裁者であったという反論もある。特に政権末期では腐敗が横行し、 いい加減な政治が行われて民心を失い、1989年のクーデターの素地を作ったと評されている。ありがとうございます。